Welcome to ガンダムオンライン。どうも、しげみです。タクラマカン遺跡ですね。ちょっと BGM を大きめにしつつ、まあ私もちょっとね、喉の様子が見えてしまって、喋る量を減らすっていう、カモフラージュ的な。では行きましょう。面から行くのはいいんですけど、わい、正面開いちゃうんだね。そうかと思うんですけど、私は。こんな、めちゃ大きいじゃん。これね、だから2行かず2枚からスモーク行った方がいい。もったいねえ。まあ、だけどパック見てパック本当ですか。手動は私は2機犠牲になったから、ここねよくパック吹くんですよ最近。なんかやったらね1秒単位ね、他で裏食いって意味聞こえないから私の環境かなと今日ちょっとまだ見慣れんじゃない。ネットですねこれはね。今回シーマじゃなくプロケンにしようかなと思ったんですけど時間がなくてシーマになりました。迷ってたら、あ、いい、はい、触れてもいいんだよ。よく銀とかで使えないんですかって話あるんですけど、銀はあるんですよ。銀はあるんですけど、じゃあ銀で銀体なりの動きができるかというと動きはしないんですよね。じゃあ既存の金でいいやってなるわけです。そんなら飛ぶんです。固まってるじゃん、結構固まってる。このマップだからなのかどうなのか、もう本当にねそれがずっと断続的に起きてどうしようもない試合とかありました。何を食らったか分かんなくなるんですよ。試合になってね。これはさすがに。わかんねえ。なんだこれ。
かんないね。格闘のモーションになってるから。だいぶ後です。守ってても遅いで、大概パパはこっちから厳しいね。ほら、まあこうなるよな。でも惜しかった。あ、だから入ってない。よしよしよし。もうちょい前だよ。もしくは B を削るか。耐えるからこっちが。攻めるしかない。ぶっちゃけ北に行っても南が今度やられるパターンですよね。慢性的なちょっと戦略不足で人がいねえから。嫌だとかじゃないんだよ。いいよいいよ。それしかないんだよ。3、4人ぐらいどころじゃない。嫌だとかいう話じゃないんだよ。やるしかないんだよ。かといって南攻めてるわけじゃないんだから行くしかないんだよ。南押してたら逃げる。止められなかったね、今ね。南が嫌だっていうことは、つまり、あ、北がね、嫌だってことは、南も自分が嫌な状況になったら、楽の方に行くっていうことだから、変わんないんです。
変わんないんですよ。例えば南が敵来たら今度北行くでしょっていう、変わんない、その理論だと。行くしかないんですよ、どっかで。こうなってもね、みんながそう思い出すとどん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 下がっていくんですね。結果としてこうなる。一人一人の意識の問題です。たまに、あと今多いのが抜ける人が多いんですよね。とても多いんで、このゲームはリーバー、リーバーっていうのは試合抜けのことなんですけど、リーバーに対してもうちょい厳格にやっていいと思うって感じですね。相手がすると楽なんですよね、これね。前にいるのがいないから打ち放題なんですよ。前にいるのがいないでしょ。本拠地縦にしちゃダメだって。壊せる。いやー、ちょっといくらなんでも。なさすぎじゃないですかという気はするんですけど、もっと前行こうよっていう感じですね。一人一人が階級は今はどうだか分かんないですよ。レートでやってるんで、これは先週の段階での階級なんで、もし仮にどっちかが落ちて上がってるわけです。レーティングは結構ね、リアルタイムで変わるので、先週の段階では勝っていたのかもしれないし、今週は負けてたりするのかもしれないっていうので、割と、まあ、めちゃめちゃに離れてるわけじゃないと思うんですが、うん、ちょっとね、個人評価の報告です。いけないで欲しかったですね。前にで、いや、一度ジオンは押し込まれると本当にきついです。押し返すのが、それはそれじゃなくてもガーベラツトラとかがいるからね。あれは押し返す機体じゃないから。いや、ザクツジェとか本当にいいんですけどね。普通とか特攻機体には超いいんですけど、銃撃が、まあ、強襲でもいいんですけど、強襲コスト高いから、私みたいに中低コストで組むとこのマップはいいと思うんですけども、他のマップの感覚で結構ガーベラとか見るんで回ってないんでしょうね、そんな気がします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。